続、賊三国史演技。四章、初戦。第三十九回。干将は再び新章を破る。猛艦が左肘に受けた矢傷は、思いのほかに深く筋骨を傷つけた。傷は強い痛みを伴い、半月ほどを療養に当てて、 戦を避けざるを得ない。計略により聖晩年を討ち取って、慶悠を包囲したと聞き、両王の芝悠は養衆城より死者を使わし、歌詞の品をもたらすとともに慶悠の意を伝えさせた。その死者の復命するところ、もう刊はこの半月にわたって出戦していないという。 事情を知らない柴竜は心中に疑惑を生じ、夫人と共に軍営に赴いた。猛艦が参拝の礼を終えると、柴竜は早速問いかける。元帥はすでに聖万年を討ち取って賊の新誕を寒からしめ、その省税に乗じて敬陽を抜くべきところ、 この半月は陣を構えて出戦しておらぬと聞き及ぶ。どのような計略によるものか。先に聖晩年を打ち取ったとはいえ、慶陽城下で超品なる者の,の計略に陥り、賊の犯行に中軍を犯されて、長慶の一種を左肘に受けました。また、俗称に流霊というものがあり、 その行友は聖晩年に非すべくも、軍の身体に長じて利害を知り、イノシシ武者の聖晩年とは比較にならぬ難物です。コエン古コエン寿といった者たちも、小水の差異があり、危険をもって破るほかになかろうと考えております。それゆえ、出戦を控えておりました。 それでは持久戦となって、戦領を多く費やすことになる。また、賊に兵位を蓄える時間を与えて交換を残すようなもの。速やかに大軍を発して、敬意を奪還すべきであろう。大臣の上地を、いつまでも賊の好きにさせておくわけにはいかぬ。将軍は、守水の任を受けている以上、いささかの反抗に臆くして、 大臣の軍医を損なってはなるまい。その言葉に門跡の色を感じ猛漢はかしこまって抱くした翌早朝猛漢は芝牛とともに慶葉の城下に至って軍営を構えた慶葉城内では龍炎が指紋の守りを厳しく固め 兵を城壁に上げて限界を敷く。諸将を集めて軍議を開き、主張の策を定めんとしたところ、紹介の兵が駆け込んできた。北門より見回っておりましたところ、西北の空に砂陣が上がり、一軍がこの城に向かっているようです。距離を測るに、それほど遠くはありません。北より兵が来るとは。 新州に何かあったのではあればいいか。新軍であれば、優秀か大北の軍勢であろう。そうであるならば、前後に敵を受けて身体に急する。関係最高の大事が告げるやもしれぬ。大北は三世北部、馬友のさらに北にあり、戦費族卓抜部の勢力圏であった。 竜縁が厳しい表情でそう言い、蝶品は諸将とともに城門に上がって西北を見ある。城下に姿を現したのは、竜林船の本営にあって留守を務める楊竜、竜禅、京気が率いるおよそ一万の軍勢であった。諸将は北門を開いて迎え入れる。 九活を除した後、陽竜と竜禅の二人が言う。我らは竜林船で軍の動向を探り、その消失は致出しております。先日、三部の敗戦と正将軍の戦士を知って大いに驚き、居ても立ってもいられず軍勢を出したのです。諸将が二人を慰動して情勢を説明しようとしたところ、 包囲を終えた新軍が法制を轟かせた。超品はすぐさま諸将の分担を定めて各門に使わし、守りを固める。先の戦で、長慶の矢を受けて、猛官は半月も出戦を控えていた。今日、再び出てきたとあれば、我が一軍と共に撃って寝て、勇を振るって奴の陣を崩してやろう。 劉霊が言うと諸葛戦羽が押しとどめる。猛艦だけならともかく、両王の兵も加わって戦意は旺盛です。この敬意を落とすと決意しての出戦でしょう。牢城だけでは勝利はなく、必ず城下の陣を破って、鉄兵に追い込まねばなりません。しかし、力攻めでは被害が大きくなりましょう。 先に策を定めて、後にこれを破るのです。それを聞いた張品が言う。いや、撃って出るのもよかろう。敵上を探ったところ、猛刊はまだ刑を定めておらず、戦意はない。出戦したのは、両王が軍艦を訪ねてからのことだそうだ。つまり、両王に攻められて、兵を出さざるを得なかった州所と変わるところがない。それに、 出戦しなくては敵に弱を示すことになろう。軍列の乱れに乗じて陣を切り乱せ。それを糸口に計略を仕掛ける。劉霊は槍を引っ下げて馬に打ちまたがるや、本鋭の護衛に当たる三千の兵を率いて城を出た。それを見た諸葛戦羽が驚いて言う。諸将の配置もまだ終わっておりません。 なぜ劉霊の無謀な出戦を許したのですか急ぎ、人を使わせて呼び戻しましょう。劉霊の戦意は出戦せねば沈まらねえ。すぐにご爪を送って連覇させ、我らが指揮を取れば敵に遅れは取るまい。誰か劉霊のご爪に当たるものはないか長身が言うと、援軍を率いて着いたばかりの要竜が進み出る。 我は着いたばかりで、寸尺の甲も立てておりません。行かせていただきましょう。そう言い終わる前には、馬に乗って駆け出した。超品は五千の軍勢を楊竜の帰化とし、後を追って走らせる。竜霊に続いて、妖竜が正門を出ると、新兵が大悟を組んで竜霊の行く手を阻み、やり先を揃えて進ませない。 劉霊は物も言わずに馬を借り、砲声が起こるや長簿を振るって真の軍列に突き当たる。真の李長も槍を引っ下げ陣頭に撃って出た。劉霊と李長の二人は暴走を交えて戦うこと三十号。戦うほどに槍先が鋭くなるものの、互いに未塵の恐れも見せず互角の戦いを繰り広げる。 李朝の奮戦で踏みとどまる真の軍列であったが、横ざまからさらなる猛撃を受けて乱れ立つ。白い表に赤い唇、長い眉に火入れた目。かけた鼓のように広い額の一生が、その軍勢の先駆けに立ち、馬上で大髄を車輪に回す。すなわち、超品に命じられて火星に出た陽光法であった。 思わぬ攻撃に軍列が乱れたところに、福音がこれも大髄を振りかざして割って入る。二人の大髄が風に翻える二羽の猛禽のように飛び交い、二十号を過ぎた頃から福音の大髄の動きが鈍る。いよいよ危うくなって飛行とすれば、超実と長外の二章が攻め寄せる。帰船が一軍を率いて迎え撃ち、超実の軍を食い止めた。 長実が紀戦を迎えて戦うさなからなる法製が天に響く何事かと帰り見れば東門より朝鮮と小円勇の二将南門より孔明と小円岸の二将北門より孔信と長慶の二将が一斉に打ってれた三軍がそれぞれ秦軍に攻めかかって両軍の金庫と時の声が戦場を震わせ 砂人は陽光を遮らんばかりに巻き上がる。神将たちは必死に抵抗するも、時が経つにつれて劣勢に陥り、ついに真の軍列が崩れかかった。その時、真北の方角にさらなる一軍が姿を現す。先頭に立つ一将は、 縮れた眉に赤眼、肌は浅黒く、髭は赤く。ノロの頭に虎の表。長層を手に戦場に割って入り、崩れかかる軍列を繕って劣勢を立て直すと、自らは一軍を率いて長慶に当たる。直命を受けて、生成九王子に任じられた上将軍の周保が、奇襲から援軍を率いて到着したのであった。 上将軍も左衛将軍と同じく、九条の英氏を率いる将軍の号。正聖九王子は身代の官職になく、文字通り正聖軍の援軍の指揮官を意味する。その期間には、気公、朝鮮の二将が従い、朝啓を前後より打ち取らんとするところ、古塩岸が行く手を阻んで気公を相手に刃を交わす。 コエンガンとキコは悪戦苦闘すること30号を超えても勝敗を見ない。気コの戦意はいよいよ高く、強敵と見た弟の古エンも刀を回して切りかかる。長兄としのぎを削る長仙に陽光法が大追を挙げて打ちかかり、ひるんだ隙に長兄のひとつきを受けた。 そこに周歩が刀を振るって救いに至る。迎え撃つ陽光法は大遂で馬を打ち倒すと、手を返して落馬した周歩の頭蓋に振り下ろす。頭蓋が砕かれて血縁が上がり、周歩は一言もなく命を落とした。長兄は逃げ出した朝鮮を追って馬を馳せ、 その背を一つきして打ち取る。周囲を見回せば、すでに新兵の屍は延々と道に重なって溝を塞ぐ。いよいよ日が暮れて夜陰が迫り、猛艦、李朝、貴公の三将は、軍勢をまとめて軍営に引いた。今日の戦を見るところ、俗軍には行友の将が少なからず、 気候の援軍が間に合わなければ敗戦の浮き目を見るところであった。主水はどのような策で俗軍を破るつもりか。芝竜の問いに猛刊が答える。俗軍の士気は未だ高く力攻めでは暮らせますまい。知略で暮らすよりありません。明日、早朝より軍勢を出してすべての城門を囲み、 門ごとに数千の弓都手を排して敵に備え、城門が開けば一斉にかけて出戦を阻みます。十日ほどもそのようにしていれば、城内の死水が尽きて軍民に乱れが生じましょう。その後に策を仕掛ければ自滅させることができます。城を破って賊が逃げ出せば、取り事するのは容易です。野戦となれば、 勝敗は定かではありません。芝竜も猛刊の意見を是とした。翌日、辰の国午前八時より、新兵は旗を収めて金庫を隠し、城下に入って城の指紋を包囲する。長貧と諸葛仙羽は城壁に上がって守兵を点検していたが、 神兵が弓道を城門に向け並べているのをしばらく見ていた。猛艦の意図がお分かりになりましたか諸葛戦羽の問いに超品が答える。昨日の戦いで信玄は劣勢となるばかりか二章を失った。猛艦は野戦では勝てないと知るものの兵法を知らぬ両王が速やかな平定を命じたのであろう。 これは、両王の意を。なだめるために、形ばかり軍勢を出して城門を囲み、我らの出戦を恐れて弓道を並べているに過ぎぬ。つまり、猛刊の本意ではなく、両王の要求を入れた結果だろう。日が落ちれば陣に戻る。その交代に常時的兵でか乱すれば、打ち破ることはたやすい。 それを聞いた諸葛仙は笑って言う。お察しの通りです。城門を囲む兵を破れば、猛艦も計略の施しようがなくなりましょう。二人は城壁から降りると諸将に命じる。昨日の敗戦に懲りもせず、新兵たちが城門を囲んでいる。 おそらくは、奇形を施そうというのだろう。ただ、援軍の機構は生中な,な相手ではなく、先手を打つのが最大の防御となる。まずは各門の防備を引き締め、それ以外の兵は西洋に努めよ盲導して出戦などせぬよう、兵に伝えておけ。馬の国を過ぎて、兵が食事を取った後はいつでも出戦できるように備えさせよう。 新兵の撤退を見計らって合図の方制を挙げる。それに応じて、指門より一斉に打って出て、力の限りに攻め立てよ。撤退する背後から攻めかければ、勝てぬということはない。各門に諸将を配置し、一隊が出戦した後にもう一体が連覇して動き、不利な形にならないようにするなど役割を定める。 それぞれが配置について合図の法制を待った。その頃、真の軍営では、柴竜が死者を使わして猛艦に攻撃を促していた。軍勢が城に迫っているにもかかわらず、賊は軍を出さない。それならば攻撃を仕掛けよう。 敵の出戦を待って戦うなどという法があるものか猛観はやむを得ず、指門への攻撃を命じる。安の城、城上から降る刃子を受けて多くの死傷者が出た。兵を引いても城からの追撃はなく、羊の国午後二時、猿の国午後四時になると、城門を囲む新兵に緩みが生じる。 ここまで城に近づいても出戦しないのは我らの兵意を恐れているのだろう。今日は出戦してくることはあるまい。そう言ってその場に座り込む者、身を伏せる者も出て大悟が乱れ始めた。猛艦の狙いは城を攻めることではなく、城を囲んで苦しめることにある。城内の死水が尽きて動揺するのを狙っているのだろう。 それならば、新兵がすぐに撤退することはない。この下体に乗じて攻撃を加えるのがよかろう。諸葛戦はそう言うと、バネーに命じて、シモンの軍勢にその胸を知らしめ、撃って出る準備をさせた。バネーの覆命を受けた張品が合図の法制を上げるよう命じ、法制に応じてシモンが開く。 東門からは劉霊が飛行の陣に向かって飛び出し、陽光邦が五爪となって陽流が門を守る。北門からは長術が飛び出して李朝の陣を突き、町外が五爪となって孔信が門を守る。西門からは古縁雄が福院の陣に攻めかかり、孔明が五爪となって長鮮が門を守る。南門からは古縁岸が紀仙の陣に切り込み、 両前が五爪となって古縁校が門を守る。さらに、長慶は狂気、長外とともに軍勢を率いて海慶が率いる友軍を食い止めた。各軍が殺到すると新兵は慌て騒ぎ、軍列を立て直するも,のもない。攻め寄せる八将は欲しいままに新兵を切り陣を破った。 救援に向かう海警も長警に阻まれる。諮門の守備に残った陽竜、江信、朝鮮、古猿光の四将も、もはや門を襲う新兵はないと見定めるや、神軍めがけて撃って出た。神軍は大いに乱れて逃げ走り、るいたる屍が血を覆って、血が池も砂も赤く染めるほどであった。 そう崩れとなった軍中にある猛官は立て直しを図ったもの、の、大軍であるために聞く者も,もいない。ついに日が暮れたこともあって、貴公らと共に軍営に退き、商品も引き金を鳴らして兵を城に戻したことであった。